はい、どうも皆さんこんにちは、かけまるです。今回も引き続きエベリー実況プレイやっていきたいと思います。ということで、前回ね、最後無事エンディング2を見ることができました。エンディング2リメインベリードということで、埋まったまま、という意味なんですけれども、今回はね、エンディング1と3を見ていこうかなと思います。で、あの後しばらく探索したんですが、やっぱり限界があるので、公式サイトの方にね、エンディング分岐のヒントが載っていました。ヒントというか、条件がもうバリバリ載ってたんだけど、見たところ、エンディング1は、男の子とライエルさんとのなんかこの、友情と、好感度的なやつをこう、保ったまま、あるアイテムを、ノートに加えて、もちろんノートを全部埋めた上で、先に進むという感じだったそうです。エンディング3は逆に好感度を下げた状態で進んでいくとあるみたいな感じだったんだけど、とりあえずまずエンディング1ということで、ですね、これですね。丸められた紙が落ちている。これです。この、紙人形の束。これを、持っているといいらしいです。これを持っていくと。連なった紙人形を手に入れた。これでいいのかな？別のメモ用紙と一緒に丸められていた男の子と女の子らしい形の人型が繋がっている。これね。これを持った状態で、今度はノートを手に入れて埋めに行きます。今のアイテムはなんか、ノートを手に入れた状態だともうダメだったみたい。うん。だから、そういえばダッシュ機能前回解禁されたやつ使います。かっこいいね。ちょっとライエルさんここ、小走りな感じ。さあちょっとセーブしておきましょう。よいしょ。結構ね、探索しましたよ、いろいろと。さあ、で、これでノートを手に入れに行くんだよね。こっちだ。ここだね。鍵屋さんからもう鍵はもらってありますよ。鍵屋さんじゃねえ。鍵屋さんとして。なりすましみたいな感じだけど。ここ開かないよね。ここ開かないんだよね。さあ、この辺はまだ調べてないから、ちょっと調べておこうか、一応、この辺を。さあ、ここで、ナンシーに話しかけて、セーブしておきましょう。さあ、これでじゃあ、進みます。さあ、ノートを手に入れます。さあ、ここからはまたノートの内容集めに、ね、入ります、ちょっとなまったね、入りますので、この辺はカットしましょう。あ、ろうそくが光ってる。はい、皆さん、全部埋めてきました。で、ろうそくが光ってるな。ろうそくに灯った火が辺りを優しく照らしている。あっ！結構埋まったな。ほら、できた。庭師さんと、ココちゃん。あ！紙人形。簡単だよ。交互に折って切り抜けば。そうそう。じゃあやるよ。あ、今書いてたの、何？ナンシー？ナンシー？あ、消えちゃった。食材のあった場所で何かが光っている。持っているノートに光が吸い込まれた。全部埋まったな。あ！連なった紙人形をノートに挟んだ。なるほど。全部埋まりましたね。おそらくこれはマザーグースと関係し、前回も言ってたけどね、マザーグースと関係している絵たちなんだと思います。今までの謎解きともかなり関係がありますが、多分そういうことなんだろうね。あ！ナンシー、あ、読めねえ。エッティコードかな？わかんないけど。あ、鼻が、なんかペカペカしてる。ナンシー赤い鼻ってことかな？そんで右に連なった紙人形。おそらくこれが、これでエンディング1を見る条件は整ったんだと思います。さあ、ちょっと、今まで使ってなかったここの、これ使おうか、もう一回。よいしょ。
前回使ったっけここ。日が空いちゃってるのでちょっともう覚えてない部分がありますが、さあ、ちゃあれ、ごめん今な、あのごめん、あのね今ね普通になぜか間違って扉じゃなくて上に上がっちゃったんですよ。したらなんかイベントが、何してるのここ、もしかしてあのノートを探してるのかしら。あら、大切にしてたのになくしちゃったの。あ、これ最初のやつだ。もしかしたらあそこにあるかもね。そうね、でもあそこは行っちゃいけない場所よね。あら、どうしたの、気になるなら自分で探しに行けば。ふふ、見つかればいいわね。ここ。え？え、今の？え？え？待って。あ、本来はこっちから帰ってくるから、わかんなかったってことか。なるほど。俺が右のショートカット使わなきゃよかったね。ごめんなさい。なるほど。そういうことか。イベントは見れた。これで行っていいのかな？おそらく、その行っちゃいけない場所っていうのは、この地下のことなの。あ、なんしがいない。地下のことだったのかな？待って。待って。あ、なん、ちょ、見ちゃいけないもの見た。ごめん。行きましょう。さあ、これで、進みましょう。いてくれよ、ここ。やっぱり2とエンディングの、何その言葉が今違ったね。さあ、これで、こっちが変わって、あ、ちょ、ダッシュしよう。変わってたりするかな？ダメか。ここはダメ。左は特に、あ、やっぱり変わってないか。うん。じゃ、下に行きましょう。いるよね、ちゃんとココちゃん。あ、よかった。さあ、これでまた、前回と同じで、右に、あ、右じゃね、左に行っていいのかな？あ？止まった。あ、ナンシーがいない。え？進める。え？穴？何これ？ここ。あ、レイルさん。これ。俺、ずっと前に見つけてたんだ。ずっと一人で、こんな場所にいたんだな。ずっと、見なかったことにしてた。なかったことにしたんだ。ごめん。ごめんな。なるほど。あの穴は、あ、鳥さんが。なるほど、全部繋がってたわけか。あ、ライエル君は、ちっちゃい、やっぱりまだちょっと謎が残る部分もありますが、あ、
なるほど、そういうことか。いや本当にありがとうございました。あ、エンディング1ベリー、いやよかった、すごいよかった。うわマジか、こんな、考えさせられるアニメじゃねえバカ、ゲームでした。うわどうしよう、これエンディング、あベリー鳥さんが、はあなるほど。それでは、皆さん最後エンディング3、おそらく多分ねあんまいいやつじゃないと思う、多分3っていうくらいだから、最後はねそれを見て、終わりにしたいなと思いますので、そちらまで行きましょう。はい、ということでエンディング3のところまでやってきました。ライエルさん単独行動のところですね、2階の右下の部屋に2人を寝かせて、今、探索している時ですね、ここで、この2人っていうかね、この何、剥製 2体2体でいいのかな、うん、2つとのこの何ですか、問答があったじゃないですか。それが終わって、ライエルさんが立ち去った後、エンディング分岐が起こるらしいです。これじゃいまいち盛り上がんねえな、やり直しやり直し。ダメ、探しちゃ、セリフが違いますね。あれ、え、あれエンディング2や、最初やった時はココちゃんに向かってだよね、確か。お姉ちゃんごめんなさい、僕忘れなきゃ。え、一人で行っちゃった。あ、鍵もかけた。あ、なんか走り去って行動が今しましたね。エンディング3、ベリーザパスト。あ、これあれだ、熟語だわ。なんだっけ、過去を生産とかそういう意味だった気がする。過去の生産とかそういう意味だったと思う。おお、あ、プレイルームができてる。はい、ということで皆さん、ここまでで、ベリー実況プレイ、終了となります。プレイルームはですね、おまけ部屋、ということらしいんですが、残念ながら実況に移すことは、できませんので、皆さんね、まあ、残念ながらというかまあ、皆さんね、ぜひ、自分でプレイしてみて、おまけ見てみてください。自分の目で、確かめてみてください。ということで、ここまで本当にご視聴ありがとうございました。いや、そんなに長いシリーズにはならなかったけど、この短い中ですごいこう、考えさせられるゲームでしたね。いや、すげえ面白かったです。エンディング3つともね、見ることができました。あ、やっぱ3はあれなんだね。少年が、やっぱに、何その、置いていっちゃうエンディングだったんですね。いや、でもエンディング1ね、が多分トゥルーエンドっぽかったけど、見れて本当に良かったです。ということで、皆さんここまで本当にご視聴ありがとうございました。また他の動画実況プレイでお会いしましょう。バイバイ。